皆さんこんばんは、山崎定治です。定治の独り言、じゃあ早速今日も行ってみましょう。2月の22日発売からもうね、お方半年、反響いいですよ。 メロディーを変えずに感情を入れる、言葉の中に感情を入れる。さあ早速寝具の森さんの店内にね、こうして入ってまいりました。さあ今日のおすすめ、この敷布団、そして掛け布団、実際にね横になってその感覚をレポートしてみたいと思います。ほー、ものすごくこうふんわりとして重みも感じない、でも守られてるって感じがねしますし、この敷布団なんですけどね、この高反発っていうねおっしゃってましたけど、こう支えてくれてるって感じなんですよね。これはもう本当に熟睡できるんじゃないかなと思いますね。寝具の森さんのスタッフさんから一言いただいておりますので、どうぞ。寝具の森の森香織です。当店は地域の皆様に支えられて今年で60周年を迎えることができました。ありがとうございます。6月からは羽毛布団のメンテナンスを開催させていただきます。羽毛布団にお悩みがある方はお気軽にご相談ください。ところで定治さん、水浴北の駅の反響はどうですか？2月の22日発売からもうね、お方半年経とうとしておりますけど、反響いいですよ。好評です。今の時代いかにも皆さん方に歌ってもらえるか、というところが一番ですから。源先生とねこの間喋ってたんですけど、確かにこの歌は難しいよなと。で定治お前は本当上手に、歌い込んでくれたなと、おっしゃって、くださってます。ただ難しいので、まあ一言一ところ一ところをね崩さずに歌っていただくということが一番大事なことだと思います。ちょっとしたところでこう気持ちをね、感情を メロディーを変えずに感情を入れる、言葉の中に感情を入れる、これがちょっと難しいところなんですよね。心変えるのですね。今日は寝具の森さんで、この高反発のマット、そしてね、真綿の掛け布団、本当にこの素晴らしい寝心地、これはいいです。これはね、こういうのはねきっとねブランドになるでしょうね、きっとね。こういうのがね、こちらは敷布団、掛け布団ということでよろしく。敷布団、掛け布団、あれ寝ちゃいけませんけど、いや本当にこれ。